ウィリアム・ハミルトン・ギブソンウィリアム・ハミルトン・ギブソンはアメリカ合衆国のイラストレーター、著作家であるコネチカット州のサンディフックで生まれた。1640年にニューイングランドに入植した名門の家系で奴隷廃止論者としても知られる著作家、法律家のリチャード・ヘンリー・デーナと共通の先祖を持つ。ニューヨークの取引人だった父親の商売の失敗と、それに次ぐ、 父親の死によって、ブルックリンの工芸学校を中退し、保健の仕事に就いた。子供時代から花や昆虫の絵を描くのが好きで、優れた技能を持っていたので、すぐに挿絵画家に転じた。最初の挿絵は1870年に発表された。木版画も得意であったが、石版画でも成功した。雑誌ザ,シザ・アメリカン・アグリカルチャリストやハース。 アンドホームや1873年に改訂版が出されたアップルトン社のアメリカ百科事典の図版を描いた少年向けの雑誌のザ・ユース、エス・コンパニオンやストリート・ニコラス、ハーパーズ社の出版物特に月刊誌、ハーパーズ・マンスリー・マガジンの挿絵を描き人気を集めたギブソン自身の著書にはキャンプ・ライフ・イン・ザ・ウッズザ・トリックス・オブ・トラッピング・アンド・トラップ・メイキング やアワーネイティブオーキッズ、A シリーズオブドローイングスフロムネイチャー、オブオールザスピーシーズファウンドインザノースイースタン、ユナイテッドステーツ、などがある。W.H. ギブソンは、植物の学名で命名者を示す場合に、ウィリアム・ハミルトン・ギブソンを示すのに使われる。ありがとうございます。